キモすぎる。キモすぎる。やはりお前はキモすぎる。惜しい。あ、大丈夫ミッドレーン。何が？やったことあるミッドレーン。え、ちょっと待って。あのね、下手くそなことって悪いことじゃないから。んちゅ。スタミン、んちゅ。好きだよ今日は。やってきまーす。意外とうまくでしょ。あ、これ招待してないの誰だ。やっぱこれトラックダメだな。あ、じゃあクラチキンいるわ。あれ、あ、いるな。誰だ、いない。どっちか、右か。いや、ちゃんといる。マジ最近来ねえなって人たちもな、しっかり配信外で回してんだよな。モチベーション高すぎる。カスタムに向けて今日も配信外で太陽さんが回してるの見たの。太陽はもうずっと配信外です、あいつ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。こちらの河川さんの代わりにウルカさんが入ります。ちなみにウルカさんジャングルです。いやーマジ何やろうかな。ちょっと頼む。これシャコ見てえけどな。やっぱこれ何番シャコやろうかな。シャコ見たいよ。シャコでちょっと VD ゲームボコボンしてガチ切れさせようぜ。さっきさ、ウルカ河川しかいないみたいなやつ見たんだよな。え、これ何番する何番するやるし、描くやつ2人。コメン詰めた方がいい。スウェインか、ミッド。あ、ただ、イグナイト欲しいですよ。もう1対1でするんだったら。あ、でも、安いじゃん。安いか。あ、でも、どうしよくか。え、いや、TP イグナイトとかでもいいですよ。いや、安い。いや、え、安いです、はい、これは。単にリスナーとしては結構あれよ心配よ。その俺を信じろ。俺を信じろ。俺を信じろ。休みジャパン心配で俺を信じろ。これにイグナイトの量を見ろ。え、大丈夫。本当に大丈夫。なんか俺昔スタさんの配信でコメントしたなぁ、ヤスを見たいなぁってちゃんと負けてたなぁ。ではでは、人は成長するから。そうか、そう、人って変わっていくからやっぱり。 うわぁマジか。いや惜しい。全部いいじゃん。めっちゃ上がった。これかな。あ、上がった、上がった、上がった。オッケー、オッケー、オッケー。ボット走る、ボット走る。オッケー、オッケー。ここはデッド。じゃあそれ裏から行くわ。裏から行く。オッケー。あ、いける、あ、いける、あ、いける、あ、いける。うわ！入るわ。ナイス！ウルト、ウルト、ウルト、ウルト。カリフォニア。ナイス！ナイス！ナイス！素晴らしい。ライジンさんがうますぎる。ライジンさんがマジでうますぎる。ナイスすぎる。オッケーオッケー。ザックフラッシュ。しかも E もウルトも切った。はい。ドラゴン触れる、ドラゴン触れる。900ね。これ取れる？やばい。入った入った。ナイスナイス。はい。いいウルト。入ってました。ナイス。ザック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 がね、パッシブで追ってよ。おっと、なるほどね。あー、なるほどね。スマイトねえな、スマイトない、スマイトない。誰かザック追い払って、ザック追い払って、ザックザック。あー、どこ行った？もうない、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 もうない。ザックいいが。あ、やばい、やばい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。最悪や。完璧なウルト歩いてもった俺。だからかな、この時は。最悪。もう近くに誰もいない。今近く誰もいない。うん、ナイス。おお、止まった。なんだ。逃げて。逃げて。やだ。もうやだこのキャラ。ごめん。ラックス、ケイタ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 、ナイスナイス。ナイス。一旦ゆっくり、一旦ゆっくり。こいつのウルトマト、ウルトマト、ウルトマト。末待ち、末待ち。何回見ようかな。ボットムンド、ボットムンド。ナイス。ザックこっちだと思う。あ、ザックこっち、ザックこっちだ。あ、すみません、もらっちゃった。じゃあ、戦ってみる、それ。ウルト、ウルト、ウルト、ウルト。あー。俺、ウルトだけある。キモすぎる。キモすぎる。やはりお前はキモすぎる。惜しい。今ね。惜しい。惜しいな。でも多分これプッシュしきれると思う。なんかグロンプさんが動いてる。なんだこれ、なんだこれ。ああ、なるほど。ジャンさん横で待って、ここら辺で、こことかこことかで。で、敵ミッドに見えたらウルト打って、前から俺ら行くみたいな。
あれこれマジで勝て。秩序は無知を生み出す。いけるよ。ああ、いた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 、いわお、でかい、うるーかー、それはでかい。オンちょっと前目で、ちょっと前目、いい感じ、いい感じ。死ぬ、うわー死んだ。スウェインがやばい、スウェインやばい。うわー、さあ、やばい、スウェイン、バケなんだけど。強い、デフィー、強いて、もう皮がガン無視できたんだけど。いや、ちょっとゾウ先輩の煽り聞きたくないから早く殺してな。次行きてえな。なんかゾウ先輩毎回基準一番下にしてるのだいぶ具合悪い。ちゃんとね、うん、ここまで活躍してなお活躍し続けるとして。行こう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 、すぐ行こう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 。大丈夫、まだ大丈夫、全然いける、全然いける、行けるわけ。じゃあ行こう、じゃあ行こう。大丈夫ミッドね。何がやったことあるミッドレーン。え、ちょっと待って。今のは俺よくやってたよね。ああ、そうか。今だってレーンで言うと俺勝ってなかった？そうでもない？ああ、なるほど。そういう言い方もあるかもしれない。次行きましょう。次行きましょう。次行こうか、次行こう。俺、昨日俺のミッド良かったと思うんだけどな。雷神を見返してやりて。いや、さすがにね、うん、きついよ、こっちのチームで勝つの、ミッドが。確かに。何何何何、ミッドギャップじゃないって。俺、頑張ったって。安尾の、スウェイン相手の安尾も良かったわ。嘘だろ、冗談だと言ってくれ。ツイッチのツイッチはノーコメントですけれども、なんだ、なんでツイッチ、謝罪はしないよ。だ、謝罪はな、あのね、下手くそなことって悪いことじゃないから。お前ら勘違いするな。お前ロールしててね、それが良くない。下手くそって悪いことじゃないから。ダメだよ。そこで、下手くそなプレイをして、申し訳ないな、申し訳ないなっていう心を持ってると、その気をしなくなるから、人っていうのは。じゃ、その心を捨てよう。ゲームだからなんて言ったって。もう一回俺はライジンとツイッチやりたいしね。やってて思ったんだけどね、ライジンと俺のねキルラインがマジ違うのよ、びっくり。俺昨日配信終わった後さ、寝る前寝れなかったからさ、自分の配信見直してたんだよ。序盤の方さ、マジカロリー残ってて、すげえ集中してたんだけどさ、ツイッチの試合とかさ、もうマジで終わってて、最後ここで俺集団戦してたんだよね。めっちゃ綺麗に回復できてると思ったの。敵のことバカバカ殴ってると思ったら、レナートのアルティメットを食らって味方バカバカ殴ってたわ。 VC を聞いたらライジンがクレンズクレンズって叫んでた。ジンズ捕まえた、ジンズ捕まえた、ナイスナイスナイス、クレンズクレンズクレンズ、お前。俺こんな綺麗に回復できることあんだと思って、 AS 最大限生かしてこんなに綺麗に回復できんだな俺って思いながら、敵殴ってると思ったらウルカ君だった。ウルカ君なんかフェーンみたいな声出した。フェーンって。マジ俺びっくりして自分で。めっちゃダメージ出てたの。ピンクと日曜 DPS。これちょっと見といて、これ。めっちゃおもろいから。ライ様がスタンメンは支持しないとずっとファームしてるってさ。そんなこと言われても、だって違うよ違うよ、こっちから見、こっち目線で話していい？お前が指示をしてるんだよ。いや、してくれてるの。お前が指示をしてくれてるから、その間はファームをしてるの。で、暴れると、うん、まあ、うん、まあいいやって言うんだよ。そのファームするやろか！それはお前の指示を待つだろう。待ってる最中にできる最適解だろうが！こら！俺は、ね、雷神が勝手に功労してるなんてことは言えないけど、してくれてるから、そのしてくれてるのを待ってるわけよ。で、その待ってる時にできることってファームだからファームをしてるの。雷神の前でそれ言うよ。言う、じゃあ言う、じゃあちょっと言うわ。そんなことでいつ言ってた？俺がいない時言った？俺がいない時そのこと言った？舌が抜けた後の雑談？おい、ずっこいだろ、やめろ、お前。俺がいる場所で言ってくれよ。今言ったことを雷神に言えたわ。
いや、いいんだよ俺、雷神のまあ頑張ったねでももらえればいいから。雷神のまあ頑張ったねですごいね響くんだよな。そうだよね、そういえば俺カサディンでして忘れてた。カサディンでキャリーしてるじゃん俺、なんで言われんだよ。え、しかもカサディンの試合の時に言ってなかったっけ。え、待って待って待って、おかしい、今考えてみるとおかしいぞ。今、え、今考えるとマジでおかしいぞ。あのクソほどキャリーしたカサディンの試合で確か俺言われてたよね。試合見てないけどカサディン使って、試合見てないけど物申すなゴミが。ふざけるなお前は、見てこい俺のハイパーキャリーよ、超絶ハイパーキャリーだったからね。雷神のバードガチエグかったんだよな。頼む、いや俺フォーカスだと思うんだな。うえー、危ねえ危ねえ、それちょうだい、イエーイ、ナイスビクトリー。今の見せてた雷神なんて言ってたかな。うっ、俺ねえ、いやスタンミちょっといいよ今日好きだよ、んちゅスタンミんちゅ好きだよ今日は。ヘレスなんでそんなないって言われるすごいな、お前ライジンリスナーだろ、脳内再生できた。え、なんでヘレスそんなない、なんか言い回しがライジンっぽいね。ヘレスなんでそんなない